験もあるんだけど、だからこそ生きてるっていう実感がとか、僕は漁師になった、これを偶然手に取って読んで僕も漁師になったんです。あ、新宿に鶏を育てようという人はいないのかもしれない僕はね、日本ミツバチを育てたいので、日本ミツバチ系の本この曲いろんな方に出てもらってるけど、ちょっと初めてかもしれないあ、あった、お、はい、というわけで本日のゲスト、東江さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで我々今、新宿の紀ノ国屋書店さんに来ているんですが、はい、東江さん、普段本屋さんとか行かれたりしますか？行きます。本大好きなので、もう今気が散っちゃってしょうがないですそうだね、うん、まあ、今回本屋ついて行っていいですか、はい、という企画でして、今から東江さんにこう1万円をお渡しするので、まあ、その1万円でこう自由に本屋さんに買い物していただくという、はい、企画になります。はい、早速1万円の方お渡しさせていただきます。はい、超ゲンダマですね。超ゲンダマ。僕買い物全然時間かかんないんですよ。あ、そうなんですか。もうスって言ってパッと取ってスって行っちゃうので、すごいスピーディーなロケになると思いますが。本当ですか。取れ高が心配です。結構1時間くらいかかるもんだ、ね、はい。まあまあまあ。過去最速の手張りと、はい、いうことで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず2階は文庫が多い。そうですね、文庫話題賞とか。あ、1万円、どうですか、普段1万円分くらいとか行かれたら買っちゃったりします、うん、いやでも本当に1万円、変な話、使い切るみたいな、今日みたいなロケって、はいはい、なかなかない、そういうことは普段ないので、なんか300円握って駄菓子屋行ってるみたいな感じですね、はい、ちなみに今日お目当てのものとかあったりするんですか？特にないんですけど、うん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 、今度蜂を飼いたいなと思ってて、養蜂、はい、あと、はいはいはい、鶏も飼いたいなと思ってるので、養蜂と養鶏の本は欲しいなって思ってるんですけど、お、え、極夜行もう文庫になってんだ。極夜行前も角畑雄介さんの本も本当に面白いんですよ。結構読まれるんです、ね、角畑さんの本はほとんど読んでますね。いやでも極夜行が文庫になってんのすごいな、熱いな。熱源、これも人に勧められたんだよな。これ読もう。あ、これと、はいはい、大好きな作家さん、高野秀幸さん、辺境飯。この高野さんの西南シルクロードは密林に消えるっていうのと、うん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 、あと幻獣無弁弁を終えっていうのと、うん、なんかね、高野さんの本は本当に面白いんです。辺境作家って言って人の行かないところ行って、普段読まれてる本のジャンル的には、うん、小説もノンフィクションも、うん、歴史もあらゆるものを読むと思います。ライトノベルは読まないしですね、ほとんど、はいはい、あとは男女の恋愛ものみたいなのもあんまり読まない。あ、星野道夫さん、うん、持ってるんだよね、大体。三島由紀夫、若き侍のために、これも素晴らしいですね。あと若き侍のためによりちょっと難しいけど、葉隠れ入門っていうのが、はい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 、三島すごい面白いからおすすめですね。三島由紀夫さんも結構読まれる、大好き。あ、あとこれ、役者のバイブル、俳優のノート。結構役者さんはこちらの方に読まれたり。そうです、山崎努さんがリア王をやるまでにどういう役作りをしてっていうことが書かれてて、何をどれくらい努力をなさって、でどういう風に見た目を寄せに行ったのか、イラストとかも入ってて。作家さんの方で、はい、結構仲いい方とかいらっしゃったりするんですか？浅井くんと畑さん、畑圭介さん、はい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 、くらいかな。このしらす二郎のプリンシプルのない日本、これもすごい面白い。あとね、この殺人犯はそこにいる、はい、清水さん、これね、もうこの辺の三島、全部三島、三島先生の作品だと特にどれが印象に残ったとかありますか？一番読みやすいのは美徳のよろめき、うん、あと音楽ないかな、音楽も読みやすい、うんうん、でこの金色っていうのは、はい、いつか映画化したいって勝手に思ってたんですけど、うんうん、もうだんだんそんな年齢じゃなくなってきて、うんうんうん、
なんか気になりました。いや、健丈さんの撮った人に。あ、愛と幻想のファシズム。これ漁師のモデルというか主人公というか、漁師が政治の世界に入るっていうすごい壮大な話なんですけど、面白い。カシエさんも結構修行の生活されてるっていうので、そうなんです、うん、なんか本からそういうのって影響受けた部分とかってあったりする？ああ、まさしく千松さんの本ないかな。千松さん、僕は漁師になったっていう本が、千松真也、千松真也、あ、あった。お、僕は漁師になった、これを偶然手に取って読んで僕も漁師になったんです。あ、そうなんですうん、まあ、とりあえず文庫コーナーはこれぐらいで、ざっと、はい、はい、はい、じゃあ今3回上がってますね。はい、何があるんだろう。3回、教育、心理、心理か。こういった心理学とかの本って読まれたりするんですか？フロイト、ユング、アドラーはちょっとは読むんですけど、うん、でも全然分かりやすいところだけそれこそ今歴史書のコーナーにいるんですけれども、うん、こう役作りとかされるじゃないですか、はい、そういう中で例えばなんか本を参考にしたりとかそういう時間ってあったりするんですか？まさしくします。戦争の話をやるんだったら、うんうんうん、その当時の戦争のにまつわる本をいっぱい読んだり、最近個人的に瀬島隆三っていう人にまつわる本がどっかないかなと思って探したりしてて、うん、ちなみになんでその方が気になった？映画界の人と話してたんです。瀬島隆三っていうフィクサーがいてあって、うん、ただその実瀬島隆三って本当にいい人だったのか悪い人、まあいい人も悪い人も人格的にっていう話ではなく、結構裏があったんじゃないかって語られる人物だったらしくて、映画界の人とそんな話をしてて。ちなみに最近読まれたこういったなんか歴史関連の本とかあったりするんですか？こういじ歴史関連っていうと難しいけど、と獣たちは故郷を目指す、あれは小説っていうのかな、はい、でもあと、まあ、ずっと読んでるけど五木ひろゆきさんの大河の一滴、そのシベリアだったり、うん、満州とかからの引き上げの話とかは、ああなるほどなと、うんうんうん、あと漫画なんですけど、はい、ペリリューっていう、あー、ありますね、ペリリューも素晴らしいですね。あとは哲学、思想、宗教、宗教、いやこれ気になってんだよな、気になってるからこれを買おう。そちら気になってた理由とかってあります？この方の小川さんの会見を見たんです、ね、宗教とか政治もそうだけど、本当に信じたり大事に思ってる人がいる問題って、うん、なかなか口にしにくいけど、ただこの小川さんの会見を拝見してて、人生をかけてっていう言い方も変なんですけど、うん、自分の全てをかけて真実を喋ろうとしてらっしゃるように僕には見受けられて、いやこれはそういう覚悟を持って会見をなさってる人の話だったら聞かないとだし、やっぱりちょっと考えないとなんだろうなと思ってたので。それこそ今お話聞いてて、うん、なんか東江さんがご出演されてるウィニーとかも、うん、はい、なんかちょっとつながるものがあるのかなって思って。そうですね、ウィニーも著作権違反ほう助っていう容疑で捕まって、うんうんうん、そこから最終的に最高裁の無罪勝ち取るまでに8年かけた裁判の話なんですけど、人の8年ってすごい長いので、それも自分が演じるんだったらちゃんと自分の全部かけてやらないとなと思ってお芝居させていただいて。本当に自分が買い物してるようなペースで歩くから多分かもしかしたら一番早いかもしれない今まで出てもらった方の中で。はい、じゃあ次の人が行きます。養鶏ってペットでもないもんな養鶏異様なとこかもしれないですね。多分6階も多分自然科学の必要書があると思うんで、もしかしたらそっちかもしれない。あれどこでしたっけ、すぐ迷うんだよな。なんかそっちから来たっけあれどっから来たっけ。はい、というわけでこちら6階に、はい、はい、山菜大図鑑ってこんなに大図鑑めちゃくちゃ分厚いですね。すごい。山菜とかって どうなんですか普段とかって。食べます、取るし食べる。この辺の知識は どうやって。やっぱり本です。
ただ本だけだとどこに生えてるかは知らないので、はい、その生えてる場所とかは自分で歩いたり、うん、山の人たちにいろいろ教えてもらったり、うん、さてと、うんうん、養鶏なんか野鳥だな、野鳥です、なるほど、うんうんうん、新宿に鶏を育てようという人はいないのかもしれないどっかにあるんですかね、どっかにあるのかな、養蜂昆虫、うん、ハチグラシ入門、お、これはミツバチじゃなくてアシナガバチとかスズメバチだな、うん、あ、書いてある、あ、うん、西洋ミツバチか、うんうん、日本ミツバチと西洋ミツバチは違くて、僕はね、日本ミツバチを育てたいので日本ミツバチ系の本この曲いろんな方に出てもらってるんですけど、うん、ちょっと初めてかもしれないでもこれかな、さっき撮った、それが近いですね、うん、これを、はい、あ、11区さん、ここに養鶏があるんじゃないかな、ヤギと暮らす本があるんだから養鶏もあるんです確かにヤギはヤギ発見しました、新宿にもヤギと暮らそうという人が あった、お、ニワトリと暮らす、お、また暮らすシリーズ、うん、これにしよう、養鶏やろうっていうのはどういうきっかけなんですか、僕の師匠が養鶏なさってたんですけど、僕狩猟で取った鹿、皮と骨が結局使えないんです、うんうん、でも鶏飼うとどうやらその骨を砕いて鶏にあげるらしいんです、うんうん、これが鹿のそのちょっと肉のついた骨とかあげると、卵の黄身が箸でつまめるほどなんかプリプリの卵が家で取れるようになるって言って、そうなんですね、そう、いよいよ捨てるところがなくなるから、でもある意味なんかこう完全なこうサイクルを築く、そう、循環の中に生きるというか、東江さんって今でこそこう狩猟やられてると思うんですけど、こう初めの一歩ってどういうところから入っていくものなんですか、漁師になるための、そうです、ね、銃砲店っていうのが実は町にあるんです、うんうん、隠れるように、渋谷にもあるし、はい、まあ、東京都内にもいくつかあるんです、そこ行って漁師になりたいんですっていうと、漁師になるための書類の取り方だったり、その手引きというか教えてくださいます、そっからですね、これは読もう、はい、狩猟にまつわる本だなってあるんですかね、狩猟は4階に多いんです、あ、そうなんだ、ごめんなさい、行ったり来たりで、いや全然、はい、だけども4階のこういった、うん、アウトドアコーナー、うんうんうん、これ、うん、自給自足の本、はいはいはい、これ海外の自給自足の暮らし方なんですけど、小麦を育てるとか、この野菜シリーズも、でも家屋の建て方とか、この牛の品種、豚の品種とか、はいはいはい、獣のさばき方とか、枝の落とし方とか、いろいろ載ってるからすごい面白いです、生活持ってるな、あ、それ持ってる持ってるぜ、あ、これも山と獣と肉とかは、これは漁師っていうんではなく、最初カメラマンの女性が漁師のおっちゃんについてってその獲物をいただく、でも生き物とはっていう、野生動物を目の前で殺す、この描写が生々しく書かれてるけど感覚が言語化されてて面白いです、うん、狩猟関係の本って実際読まれた時って、うん、共感する部分ってどういうとこだったりする、共感はあることはあるんですけど、うんうんうん、共感というよりも、はい、発見が欲しいんです、あ、先人たちはそうやって考えて山を工夫して歩いてらっしゃるんだとか、うん、そういう発見を知りたくて読みますね、うん、これ師匠っていうと多分本人嫌がるけど僕の師匠、あ、服部さん、そう、服部さん、そうだ、結構交流がじゃああるんです、そうなんです、めちゃくちゃ山歩くの早いです僕もそこそこ歩けると思ったんですけど、はい、もう全然、あ、こういう人が天狗伝説を残したんだと思って
服部さんと本当に間近で一緒に過ごして、うん、ちょっとこの人すごすぎるなみたいなところとかってやっぱたくさんあったりする、ね、いやいっぱいあります。どういうところでこう驚いたりしました？面白い話もいっぱいあるしな。なんか素敵な、なんか素敵だな。でも、はい、不愛想っていうのかな、ご本人は愛想をよくしてらっしゃるつもりなのかもしれないけど、うん、何かすごいストレートな方なんですよね。漁師小屋みたいなところで朝起きて、服部さんが先に起きてらっしゃって、おはようございますって言ったら普通にシカトされて嘘と思って、あれ聞こえてなかったこの狭い室内でと、おはようございますって言ったら、うん、なんかおはようございますっていうカロリーがもったいないのかなと思ったりして、あ、そうですか、なんかわかんないけど面白いですね。あ、これ山野井康さんの垂直の記憶、山野井さんも すごい。あとこれね、もう名著中の名著だけど、はい、北極圏1万2000キロ。どうなんですか、山関連の本って、うん、いつのタイミングかこう結構読まれたりするんですか？もう昔から読まれたりしてます？いえ、全然。僕、登山全然興味ないし、もともと今もそんなに興味ないんです。でもなんかその冒険家とか登山家ってなんでそんな危ないところ行くんだろうって思ってたんですけど、なるほど、そのシステムから外れて自分の自力で行けるところまで行ってっていう、その先に、まあ、危険もあるんだけど、だからこそ生きてるっていう実感がとか、脱システムだってそれこそ角畑さんの本に書いてあったり、そう思わせてもらえるものがいろいろあるのが登山冒険関係ですね。そうですね、なんやかんやでも50分くらい回りましたね。うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。1142円、はい、じゃあ142円は自腹でちょっとだけオーバーした。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが東さんが買われた本ということで、はい、6冊、うん、楽しみですね。家帰って、うん、真っ先にこれから読もうみたいな思ってる本ってあります？まあ、この辺は生活の中で勉強していくと思うんです。これは純粋に物語なので楽しみ。辺境虫高野さんの本も絶対笑わせてくれるところがあるから楽しみ、はい、ただ小川さんのこの本は多分考えないといけないことなので、まずこれを読んでいろいろ考えてから時間があるときに読みたいなと思ってます。あとこれもパラパラっとめくって、日本のジビエ、狩猟系の本いっぱい結構持ってるんですけれども、統計的にって数字が書かれたものって意外と少なかったりするんです。ただ漁師って鹿の数だったりイノシシの数、生息数もだし、今まで取った数とかツキノワグマの個体数とかやっぱり考え続けないと動物もいなくなっちゃうしっていう、この統計がいろいろ書いてありそうだったので、うんうん、あ、これは勉強で必要だなっていう感じで、うん、やっぱりこの企画でもいろんな方と本屋さん回らせてもらったんですけど、やっぱ養鶏の本一緒に探したの初めてだと思ってなんかそこがなんか新鮮でした。これはもう必要なんです必要なんです。そう、いや、先日ちょうど撮影が早く終わって、はい、その日地方だったんですけど、名古屋の大きな本屋さんで時間に余裕あるしなんかって思って1時間ぐらい本屋さんをブラブラしてたんですよ、うんうん、以前忙しかったりとか、まあ、コロナ禍で外出の制限がとかっていう時ってなかなかそのブラブラ本屋さん回るっていうことをできなかったので、暇で本屋さんぐるーっとあてもなく回ってなんか面白そうなの探すってすごい豊かな時間だなと思ったんです。だから好きですね。だから好きまとまってるようなまとまってないようなだから好きということで、はい、本当に東出さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。